阪神競馬場6レース3歳一生クラス芝の内回りコース 1200m 出走9頭です。春の青空が広がります阪神競馬場。昨日は風の冷たい1日でしたが、今日はポカポカとした陽気の下でレースが進んでいます。先週は初夏を思わせるような気候でした。春らしく天気や気温の変化も大きい日が続いています。さあ9番のスリーアイランドが最後9番ゲートに向かいます。9頭スタートしました。好ダッシュ4番のベンチラムーン、しかし一線で3番のグランテストが出ていきました。外からは9番のスリーアイランドも積極策、9番のスリーアイランドが出ていきます。内3番のグランテスト、3番手6番のカンチェンジュンガ、その後4番手グループは内から2番のカミーロ、4番のベンチラムーン並んで、外5番のネイキッド、3コーナーのカーブに入ります。8番の川北マックスが後方から3投目、7番のアパラージタ、1番のマイインパクト最後方で全馬800切りました。3、4コーナーの中間です。今度は先頭を変わって3番のグランテストに変わりました。リード体半分、9番のスリーアイランドが2番手、今600切りました。35秒1での通過。3番手6番のカンチェンジュンが、内からは2番のカビーロ、4番のベンチラムーンが差のない追走、外を通って5番のネイキッド、4コーナーのカーブに入ります。あとは8番の川北マックス、後方から3投目直線に向きました。3番グランテスト先頭、グランテストが先頭で後ろのとの差を引き離しにかかります。懸命に追う9番のスリーアイランド、3番手から6番のカンチェンジュンが200を切って坂を上がる。あとは2番のカミーロ、その後ろ4番のベンチラムーン、抜けた3番のグランテスト抜かせない。2馬身半のリード、9番スリーアイランド2番手接戦だ。3番のグランテスト降臨、2番手今9番のスリーアイランド、3番手争い最後4番のベンチラムーンが間から伸びてきたでしょうか。3番のグランテスト一旦9番のスリーアイランドに先頭を譲るような感じもありましたが、直線最後まで抜かせませんでした。3番のグランテスト勝っています。新馬戦勝って1勝クラス2着、少し間隔が空いて今日3戦目2勝目を挙げています。3番のグランテストです。勝ちタイムは1分9秒1。2番手は9番のスリーアイランド、馬群の中から4番のベンチラムーン、最後上がって2番手をうかがうような勢い上がってきました。内には2番のカミーロ、外6番のカンチェンジュンガと固まっています。勝ちタイムは1分9秒1、上がりゴールまでの 800m 45秒4、 600m は33秒9でした。3番のグランテスト、ロードカナロア産駒、これで3戦2勝としました。今5着まで馬番ともっています。阪神6レース1着3番グランテスト、2着9番スリーアイランド、3着4番ベンチラムーン、4着2番カミーロ、5着6番カンチェンジュンガの順で着順掲示板ともっています。やや重の芝 1200m、 勝ちタイムは1分9秒1でした。確定までお待ちください。阪神6レースは足毛の馬体が踊って3番のグランテストを押し切りました。人気に応えています。2着も人気の一角を、2番人気でしたスリーアイランド、そして3着がベンチュラムーンです。3番9番4番1番人気2番人気5番人気です。単勝3番 1.5 倍、枠連38 2.1 倍、馬連3番9番 1.8 倍、馬単3番9番 2.7 倍、三連複3番4番9番 5.2 倍、三連単3番9番4番 11.7 倍です。確定までお待ちください。